おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにはしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。行くぞ。殺してやる、カカロット。よくな、こいつは長引きそうだぜ。信じられる。あの世で相当修行したつもりだがな、覚悟かけなんてよ。おめえはオラ以上に修行してたんだな。違う、確かに貴様以上の特訓はしたと思うが、貴様は俺のさらに上を行く天才だ。いつまで経ってもその差は変わらなかった。だから俺は密かに決心した。そうかバビディ。ああ、俺は考えたんだ。バビディに支配されれば貴様との差がなくなるんじゃないかな。その通りだった。気に食わない。強くなりてえだけでプライドの高いおめえがあんな奴に支配されたってのか。俺は昔の俺に戻りたかったんだ。残忍で冷酷なサイヤ人の俺に戻って何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか。こんなものなのか、貴様は。手当だ。待て、ベジータ。火だ。大気が現れた。おっと、出ちまったんだよ。魔人ブーが。あたがた抜かすな。勝負から逃げようったってそうはいかんぞ。ことやってる場合じゃねえぞ。この化け物出しちまったの、俺たちなんだ。知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。嘘だ。おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。見やがれ。どうした？おめえの力そんなもんか。まだまだ。勝負はお預けだ。俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。